ロイヤルクラウンコーラ、ロイヤルクラウンコーラ、または RC コーラ、ロイヤルクラウンコーラ、または RC コーラはアメリカ合衆国ジョージア州コロンバスの薬剤師クラウド A ハッチャーが開発したコーラ味のソフトドリック、RC と略されることも多い。世界シェアはコカ・コーラ、ペプシに続く3位だが数字は大きく水を開けられている。1901年 ジョージア州、コロンバスにコールイコールハンプトンイコール、ハッチャー食料雑貨店が創業した。1903年、オーナーがハッチャー明けのみになり、ハッチャー食料雑貨店に改名した。この店舗は十番通りとフロント通りの交差点近くに位置していた。この頃、瓶入りのソフトドリンクが急速に人気を上げ、食料雑貨店のオーナーたちは、店の利益を最大限にしようと考えた。 食料を卸売業を営んでいたクラウド A ハッチャーは地元のセールスマンであるコロンバス・ロバーツから大量のコカ・コーラのシロップを購入した。ハッチャーはこれほど大量に購入しているのだからハッチャー食料雑貨社がシロップの価格を特別に割引いてもらえるのは当然だと考えた。ロバーツが割引に応じなかったため二人は対立した。ハッチャーはロバーツにも コカ・コーラを買わないことを宣言し、自ら製涼飲料の製法を開発する決心をした。そして、オリジナルのコーラ飲料を開発するため、食料雑貨店の地下室にこもった。しかし、開発したのは、ジンジャーエールの製法だった。1905年、ロイヤルクラウンとして、ロイヤルクラウンジンジャーエールを製造し、その後ロイヤルクラウンストロベリー、ロイヤルクラウンルートビアを製造した。 自社製品の色付きジュースの名にちなみ、1910年に社名をシェロイコールコーラと改名し、1925年にに、さらに改名した。1934年にシェロコーラを科学者ルーファスカムが6ヶ月かけて改良し、当時同社が売り出していたジンジャーエールの商標にちなんでロイヤルクラウンコーラと名付けた。1950年代。 アメリカ合衆国南部において、ロイヤルクラウンコーラとムーンパイは、労働者の昼食として人気があった。1954年、ロイヤルクラウンは、世界初の缶飲料、そして後に、初のアルミ缶飲料を発売した。1958年、初のダイエットコーラである、ダイエットライトを、1980年、世界初のカフェインフリーコーラである RC100 を、発表した。 1990年代半ば、RC は、ブドウ糖化糖液糖ではなく新鮮な砂糖キビ糖を使用したプレミアムコーラと称されるロイヤルクラフトドラフトコーラを発表した。12オンスボトルのみでの販売であったが、一つの飲料を特別なボトルに大量に分配することが難しくなり、オーストラリア、ニュージーランド、フランス以外ではすぐに販売中止となった。現在ニュージーランド、 オーストラリアの一部、タイ、中央アジアのタジキスタンでのみ販売されている。またチェリーコーク、ペプシワイルドチェリーに対抗し、チェリー r c も発売した。2000年10月、ロイヤルクラウンはスナップルを買収した、キャドバリーシュウェップス PLC に買収された。それ以降ロイヤルクラウンの創業は、キャドバリーシュウェップスの子会社である、クターペッパー、セブンアップに組み込まれた。2001年、 海外向け RC ブランドすべてカナダのオンタリオ州、ミシサガニアルコットビバレッジに売却され、アメリカ国外に向けた RC コーラ製品を扱う、ロイヤルクラウンコーラインターナショナルとして創業することになった。アメリカ国内では、ドクターペッパースナップルグループが創業することになった。コットビバレッジの RC コーラは2010年6月に、ラトビアで2011年5月に、 イギリスでも発売され、アズダなどのスーパーマーケットや小売店などで購入可能となった。RC コーラは、ナワイドリフレッシメンツコーポレーションを通じて、フィリピンでも販売されている。日本での歴史も長く、1961年には、コトブキやゲン、サントリーが広告を掲載している。モデルは、カヤマユゾウ。その後は、ロイヤルクラウン。 日本支社を設立して、本格的に日本市場へ参入したが、市場にはなかなか受け入れられず、ライセンス契約終了と共に終売。その後は、北海道の小原商店や、1972年に、富山のトンボ飲料とライセンス契約を結び、当該地域及び沖縄で、細々と販売された。再び全国区に現れるのは、1989年で、ポッカコーポレーション、現、 ポッカサッポロフードビバレッジとのライセンス、契約締結後である。しかし1996年の契約期限切れをきに契約を解消、日本市場から姿を消した。現在、輸入品は一部のスーパーマーケットや輸入食料品店などで販売されている。しかし、海外産を自家輸入しているため日本語のラベルはない。近年シュエップスに吸収された。 北海道にファンが多いのはサントリーとの契約が終わった後にオバラなどのすでに知名度のあった同内柄な飲料業者がフランチャイズ参入し 340ml キングサイズ瓶をコカ・コーラの 190ml レギュラーサイズ瓶と同価格で発売したのが大きいと思われる。このため北海道では稀に1970年代に設置したと思われる。 ロイヤルクラウンの放浪看板が、掘った手小屋に貼られているのを見ることできる。なお、日本語のカタカナ表記を、ロイヤルクラウンと誤って書かれるケースが散見されるが、製品に表示された表記は一貫して、ロイヤルクラウンであった。世界初の缶飲料、世界初の16オンスボトル、世界初のカフェインフリーコーラなど時代を先取りした、世界初の商品を多く、世に出しており、 それらは、インダストリアルファーストと呼ばれている。中でも1961年に発売した、ダイエットライトコーラ、ダイエットリテコーラは、世界初のダイエットコーラとしてばかりでなく、世界初の美味しいダイエット飲料として売り出され、発売後1年半で、消費全米第4位にランクインするほどの高成績を、残し同業他社が、ダイエットコーラに進出するきっかけとなった。 ダイエットライトコーラは1983年にカフェインナトリウム、砂糖を全部抜いたのになり、現在でも好評を博している。函館市の小原商店により、1970年代後半から1980年代中期にかけて透明無着色ガラス瓶入りで炭酸飲料ではない RC クリームサワーという名称の無過重乳酸菌、清涼飲料がロイヤルクラウンブンドにて、 北海道の一部で販売されていた。色は、ピンクイエロー、グリーンオレンジの4種類で、透明色ではなくやや乳白色に近い。色別の味についてはほとんど相違がなく、練乳入りタイプのフルーツカルピスに近い味、口当たりである。その他、京都周辺で販売されている、ローカル製涼飲料水、ユーミー、参考画像、ユーミーカイやダイソーを中心に売られている、ボーアイス、ミルパーラー、 双葉陽光にも似ている。使用されていた透明ガラス瓶、黄冠ラベルも全く同じものを使用していたため、色の違いによる個別の名称も特についていなかった。富山市のトンボ飲料により、無化重炭酸清涼飲料水、ロイヤルクラウンチェリー、ロイヤルクラウンオレンジ、ロイヤルクラウンメロン、ロイヤルクラウングレープ、ロイヤルエース、フーバー不明が販売されていた。コカ・コーラ社のファンタや、 ペプシコーラ社のミリンダ同様、果物系フレーバーを人工的に再現している。RC コーラのブランドは多くのキャンペーンを行っている。1930年代、広告会社、ブブドと共に、アレックス・オズボーンはシーズン最高のスローガンでキャンペーンを行った。1940年代、女優リザベス・スコットを RC コーラの顔として起用し、 リザベス・スコットによると RC は最高の味のスローガンで雑誌広告を掲載した。1966年、ロイヤル・クラウン・コーラはジム・ヘンソンと共同でサーバード、ヘンソンとナッティバード、フランク・オズのアシストによるヘンソンの2羽の鳥のパペットによるコマーシャを制作した。ナッティバードの方が売り込みが強い。ナッティバードはヘンソンによるデザイン。 ドン・ソーリンによる制作で完成した。サワーバードは、ロックンロールモンスターと共に、エドサリ版賞に出演した。1967年12月、ナンシー・シナトラは、様々な歌手が出演した1時間の自身の特別番組で、デイビッド・ウィンターズの振り付けにより2つのコマーシャルに出演した。シナトラは、イッツ・エ・マット、マット、マット・コーラ。 R.C. ザ・ワン・ウィズ・ザ・マット、マットテイスト・ R.C. と歌った。1960年代から1980年代、同社はニューヨークメッツの公式スポンサーを務めた。ニューヨークでのテレビコマーシャルには、メッツのピッチャーのトム・シーバーとその妻、ナンシー、シナトラではないが出演し、シェイスタジアムのダグアウトの上で、シナトラのキャンペーンソングに合わせて踊っていた。 1970年代半ば、ロイヤルクラウンは、Me and My RC のキャンペーンを展開した。ルイズ・マンドレルが歌うジングルは、Me and My Lush,Me and My RC, Cause of What's, Good Enough, For Other Hawks, I'm, t, T Good Enough for Me という歌詞である。1995年、RC はイスラエルでも発売され、RC, Just Like in America というスローガンであった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。